俺のお気に入り、まやちゃんが。あそこの会社で職人やってます。職人やってます。キュウリと思って俺どうなってんの？こんな優秀な人に。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ。一般的な職人さんって仕事中って筋トレなわけですよね。プロテイン飲んでなかったらもうもったいないよねって話ですよ。このプロテインがね、寝れたら100個バッキングでした。でもなんか次回は次回でもですよ、あんまり売れてないんだって。だけどこのこだわりがあるんだって。筋トレしないといけないよ、ね。あ、そうね。で頑張ったもんね、ここはね。オンラインでミーティングでも結構やったし、はい、売れないところのミーティングしようかな。売れたいな。売れたいですね、うん。はい、カメラ回ってんの？回りました。はい、視聴者の皆さん、はい、俺のお気に入りまやちゃんが来ましたよ、はい、最近で最近東京の動画ってなった？一緒に東京ウロウロしようと思ったとか。あ、そこは動画になってない？なってないです。カメラ回してなかったしね。そうですね、ついていかない。2人で一緒に行ったら、うん、よかったよねすごい、本当にすごい。あ、欲しいです。2番線出て2番線がそうでこうで右です、こう右ですとかって。なんでお前東京初めてなの？そんな分かるんだ。見ようでもできないですか？じゃすごい、目を任せると思ったら。じゃお前でも俺と言ったら任せだったら感じ。俺任せるあそこやねって言われたらあそっちついていくみたいな感じ。お前の能力はそこじゃないお前のギフトはそこじゃない神様からいただいたのはそこじゃないそんなとこに脳を働いてる。お前ちゃんのこのギフトはどうしましょう。でもそれはすごい、行ったことなくて。それはすごい、でもできるし、こうですこうですって。その会社まで Google マップで調べてるんですか？そうですね、マップで。でもだって当日じゃないよ、前日とか。でも電車内なんか、何、駅出てからは出てくる。駅内におったら出てこなくない？ちょっと前の日とかに全部調べてるから分かるんですよ。あ、そうなんだ。でこの出口出て、この会社さんはここだから。そう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 、その調べるのにもさ、現場に行ってさ、その駅を出たら左右っていうのはさ、 Google マップでも出てくるのは知ってるけどさ、うん、駅内での何、駅ってだけで。いや、視聴者に凄さを伝えたい。ミオじゃない。このカメラマンとしては本当に、いや逆に、うん、カメラマンとしては俺本当に、ね、今日さ、あの、まあ、なんで来てもらったかって、まあ、視聴者にちょっと説明すると、はい、プロテインがね、寝れたら100個バッキングでした。おお、これがね。うん、でまあまあ正確には99個、まあプレゼントとか俺がもらってたので98ぐらいなのか、ちょっと、まあ、正確ではないけど、最初の注文がもうとにかくもう植えた。これさ、でも本当にこれ溶けやすいって言ったら溶けやすい溶けやすいです全長も。はい、あ、でもなんかそのレビューのとこに、うん、牛乳はちょっとなんかあんまりっていうふうに書かれてた。誰がそんなこと書くやつ。俺毎日牛乳なのよ俺これ持っとんの。でも牛乳、まあ牛乳だから水だと溶けにくかったりするっていう。あ、牛乳だと溶けづらいってこと。溶けづらい。あ、そうそう、ちょっと残るのもあるね。まあでも牛乳だと全般的に溶けづらいね。まあ多分そうだね、どのプロテインも多分そうなんで。で俺はこうやってやってさ、こうやって混ぜるの。あ、はい、どうやって混ぜてる。僕も普通に水なんで、僕あんま牛乳僕飲まない。もうシーカーで牛乳の方が美味しくない？なんか味は美味しいっすね、うん、チョコだからね。んやっぱチョコだから牛乳の方が美味しそう、うん、でもなんか次回は、次回ヨーグルトも。ヨーグルト味でヨーグルト。いや、ヨーグルトさんが。でもさ、あんまり売れてないんだって。だけど、このこだわりがあるんだって、ヨーグルトがやりたい。その、自分がヨーグルト味がお気に入りってことですか？だから、チョコより、そうそう、ヨーグルト。あ、だからこれでもヨーグルト味をみたいな。そうそう。だから一発目はもう100個としか注文できんから。でも、ヨーグルトってちょっと挑戦じゃない？あ、本当ですか？いや、でもプロテイン。ヨーグルトってゲボなんですよ。いや、それはないけど。ヨーグルトってゲボなんですよ。そうでもないけど。甘いヨーグルトなのか。うん、そのさっぱり系プレーンみたいな感じなのか、うん、味なし系ヨーグルトってあるじゃん。本当中間ですか。プレーンでもないですけど、うん、甘すぎもない、なんかさっぱりめなヨーグルト。それ味もたまにやった、はい、してます。あ、結構いい感じ。サンプルの、はい、美味しかった。へー、でもこのチョコレート甘い系だからいいかもしれないね、それに比べたら。これ優秀だよな。でもこれ喋れるし、もうニヤニヤが止まってないもんねもう聞いてるよ。いやいやいや。でさ、俺さ、今日さ、まあ、せっかくやでプロテインの話じゃなくて、うん、俺さ、もう前ちゃんに一回聞きたかったのさ、まあ足場の会社で職人やってるでしょ。職人やってます。違う会社で。そう、違う会社で、うちじゃなくて、うん、で足場屋で、まあ、稼ぎの方でね、はい、結構やっとると思うんだけど、キュウリとかっていろいろなってんのか。こんな優秀な人に。マジ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 、俺で気になるなって。そういうのがこんだけ優秀な人にどれぐらい払ってんのか。そうそう、あいせーわーと思うからさ。いくつ、お年何歳ですか？お年いくつ？29歳。だからもう堀川翔だったんですよ。カンタさんとかと一緒。だからなんなら緑ちゃんも一緒ですよね。給料とか金額言えるの？ PA とか。あ、PA って言うの？視聴者自分だけは聞いてる。視聴者のための俺だからさ、やっぱ俺も
だってさ、いい年こいたおじさんなんて結構コメント書かれる気づくか。で、視聴者たまにはね、うん、働かなくたまには視聴者のためにで、どういう、まあ、まずじゃあスタイルで仕事してるの。個人事業主、一応社長が個人事業主の事業っていう、何人ぐらい職人は。職人今減っちゃって僕しかいないんですよ。あ、そう、前は結構おるってこと。前はいたんですけど3人ぐらい。3、4人ぐらい。まあまあ大体、まあ、じゃあ親方が受けて、はい、社長は。社長ないです。ってことはまあ個人事業主の手でやっとって、はい、まあ大体25日ぐらいでしょ。そうですね、ほぼほぼ。はい、どれぐらい出る。もっと。いや、25ぐらいです。25ぐらい。まあ週1休みぐらいで、はい、でまあぶっちゃけ朝何時から何時。まあ、個人事業主は法律違反じゃないからね、はい、その会社は。そう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 。大体6時半とかに会社集合して、うん、6時、7時くらいに終わる。あ、じゃあ本当にこことあんま変わらないですね。逆に早いよね。まあ芝居さんにしては早い。まあなんでそれは積み込みあるでしょ。積み込みもありますね。けど、その基本1日1件だ。1日1件か、まああっても、まあちょろっとしたの、はあのバラしたとか。ぶっちゃけおぉ。うちのやつに負けてねえな。有給とかはないでしょ。有給ボーナスないです。パンはもらっとんね。じゃあもらってる方ですね、多分。でもあ、ほんと。まあトラックは会社もあるでしょ、もちろん。はい。で、まあ自分体一つでしょ。体一つ。会社一つ、はい、行って。そうです、材料とかも会社。通勤、通勤手当は別に込み、まあ、それ込みで。まあそうですね。これ怖い、気持ちいい、気持ち怖いぐらい。みたいな感じですね、まあ言っちゃえばね。それはね、どのレベルぐらい、何年勤めて。今の会社はトータル5年ぐらいですか。ああ、結構勤めね。はい。で、もう最初からそれぐらいになったの。最初はもう最初の5年前からもう坊主で入ったのか、もうできて、あ、そうですね。あの、今の社長とあの前別の会社で同じ会社でやってて、うん、するからついてきてって感じでついてった時に、うん、その時勤めてた会社よりちょっと上げてくれたんですけど、うん、で一回僕なんかちょっと違うこともやってみたいって言って、うん、別の仕事してたんですけど、うん、で戻ってきてって声かけた時に、うん、今のこの金額をちょっと来てくれるかなみたいな。まあもう一人前としてのそうですね、金渡すで、はい、そこでボンって上がったっていう感じです。ああ、いや、そんなにもらえるといいな。そうですね、うん、うちもまあ負けてないよ。いや、でも有給とかはどうなんですか。引かれますか。引かれますか。結構受け、社会保険とかできんねん、払っとるとか。まあもちろん、でも職人って嫌がるじゃん、手取り減るから。そうですね。だけどさ、これ有給の仕組みなんかまあ興味ないかもしれんけど、まあ一人親方の人も結構多いから言っとくと、はい、確か 25% の、うん、給料が例えばまあ30万の人でも25% だと、分かるわけないよ、だから私の方何で見てきたんだろうなって。だって4分の1、4分の1もっと優秀な方こちらにいるのに、なんで私見てきたんだろうなと思って。30万の4分の1だから、4分の1で15万ぐらい、7万5000ぐらいだね。何喋ってるのどういう計算して7万5000になったんですかって。マジバカだな、お前。何がやばいんですか。どれどれちゃんとでも歯がめちゃくちゃいい。これうちにあります。あ、俺たちは俺買わしたもんな。買えとか言って飲んでないですか。いや、お金飲んでるか分かんないですけど、入ってて朝の様子見てないんで。これ結構いいと思うんだよな。まあまあ、なんか予想より安い、高いの。ちょっと高い、大体ない。それなんで高いんですか、予想より。理由はですか。物がいいですね、中身が。なんかまあそれは動画で詳しくないやつ。前のそっち。まあじゃあそっち見てくださいって感じ。なんか売りばっかりなんかあって。しかもお父さんが3個ぐらい買ってたでしょ。6個ぐらい買ってますね。お友達とかに売っとんの。まあ周りにそうっすね。買えよ。お酒飲んでるわけじゃなくて。うめえぞ。そうっす。お父さんありがとうございます。かわいいですね、お父さん。そのためにやってくれるお父さん。そう。素敵です。嬉しいんだ、お父さんも。動画出て。勧めてるみたい。YouTube 出て、なんかうちの息子はこれ開発に携わったんだぞ、言って。まあそうだよね、結構頑張ったもんね、ここはね。オンラインでミーティングでも結構やったし、はい、売れないところ見てみましょうかな。まあこれ売れたいな。売れたいですね。まあこれで人気出てきたら2種類だけじゃなくて3種類とかに増やしてる。そう、まあ、やっていくし、はい、であとはこのパッケージ変えたいとか、はい、中の開発もやっぱ、じゃあもっと数がロットが増えたらさ、月500とか1000入れたらさ、もっと中身上げて値段上げないとか、うん、できるじゃん。それはもう開発の方から言われてるんだよね、はい、ある程度。本当キリがないんだって。なんか一つ言っとったのは、こんなん見ても
意味ないんだって。なんかデキストリンって書いてあるじゃん、例えば、うん、何って感じ。じゃあだけどこれもレベルがあるから、その同じやつでも1,2,3,4,5とかがある。なんか言っとったのはだね、ここ見てなんか買ってもしょうがないから、やっぱり体感も一番大事にしようだいと。結局悪いものでこういう名前だけは書けるし、でやっぱり言っとったのは化粧品とかやっぱブラ高級ブランドっていうのはもう絶対にも使っておるから、絶対にいいですよと。ただやっぱ高いし宣伝力も入っとる、パワーあのね、まあ、一流ブランドだからさ。でもサイズはこれしかないんですか？サイズこれしかないの、プロテイン、うん、あなんかあれやってたね。そうですね、ちっちゃいサイズもあるんです。そう、そっちの方がなんかそうです、ね、手出してみようってなれそうじゃないから、これでも1ヶ月分だけど、これ量が多すぎるっていう、なんか量が多すぎて、うん、そのこれで味が合わなかったら3万しようバカ野郎。だからそのじゃあ俺1万やったら3,500円。まあでもなんかやっぱ職人ってイメージだったらこういうの買うってイメージもちょっとなんか、まあ、そう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 、もう問題のさ、4,5,000円だから、はい、そうそう、これ10万円のものだったらそうです、ね、ちょっと試したいな、はい、化粧品とか分かるけど、だったら、まあ、1回買ってもらっていいんじゃない。みんなにね、分かんない挑戦とかやる、まあ、まあ、そう俺に任せるけど、まあ、やった感じじゃない。コメント欄にいっぱい入れてくれたら、そうですね、考える、はい、でもあんまりコメント欄を信じてもらうし、動画の企画もそうなんです。やっぱコメント欄ってあの聞くのとやるのが違うから、はい、ね、塗装でもそうだ。塗装やった時も反対された。あ、そうなんですか。うん、特色だったから。ダメ塗装なんだよ。確かにすごいですね。うん、すごい。すごい。俺は本当にすごいね。OK です。俺すごい OK です。これ長くなるんで聞いてください。こいつ連れてくるのそうじゃん。こんなやつ連れてきたの。もう終わってたからマジで。だけど俺がやっぱ。その逸材を見つけたわけです。すごいですね。連れの家で。終わってたからって一応 OL だったからその時終わってない、まだまだここよりまともだったかもしれない。ちょっとなんかもうえぇーって感じだもん。そんななんかギャルしくはない。会社よ、うちも、まあ、会社ですよ。そのギャルしくはないですけど、会社ですよ、もううちも、まあ、会社の雰囲気に合わせてるっていうのもあるかもしれない。それは言い過ぎだ。いや、これ1個買ったら送料、2個買ったら無料ってやつ。2個買ったらそうです、送料が。じゃあ、見せるか。割引もされてます。割引もされてます。2個もだいぶお得です。お得なの、はい。で、2個って挑戦だよね。2個はそうですね。うん。で、この本当に合わなかったら。本当に合わなかったら2個も取るよ。まあ、でも飲んだ方がいい。だってすごい嬉しそうですね。俺じゃなくてこっち、まえちゃん売るじゃないけど、まあね、プロテインの話になったらすごい嬉しそう。なんか本当に愛がすごそうな感じ。プロテインやんか、やばい。俺が欲しいんでいっぱい飲んだわけね。でも自分で考えてやったから余計だよね。それはなんかもともとこのプロテイン俺が塗り出したきっかけって、飲んでやっぱ肌が良くなって、あ、はい、アトピー良くなったから、はい、なんか筋トレしないと飲んでほしいんだよね。あ、そうね。だけど、もう筋トレガチだよね。ガチで、どっちもいいんじゃない？どっちもいいですね。はい、まあ、それは言っとったもんね、はい、なんか必須アミノ酸かなんかがやっぱこれがめちゃくちゃ入ってるから、はい、じゃあ女性にもいいんだ、肌が良くなるってこと。なるほど、飲んだらいいかね、でかね。いい森川翔はもう社員だから、お前も社員会長。何が何でも社員は社員なんですよ。さあ、じゃあ、まあ、また谷関さんが大変な編集になっちゃいましたけど、本当ですよ、まあ、給料は、飛び職の給料これぐらい違う。なんか分かったか。なんか逆に気になることは何なのマジで。給料が一番気になります。まあそうですね。だってなんか、うん、違う人がおっても1日いくらもらってんのとか聞いてる人よく聞くもんね。そう。一番最初にそれ聞いて、なんか金って結構シビアな話かなと思いきや。それ覚えてる。堀川翔と誰かと飲んでる時に堀川翔が聞かれた。結構聞いたり聞かれたりみたいな感じやん。社長あんな感じでいくらくれそう。なんか結構なんかお金の話ってシビアかなと思いきや、職人さんってめっちゃ普通にそれが第一声レベルで聞くじゃん。ああ、そうか。だからやっぱ給料が一番気になるんだね。そうだよね。はい、いろいろあります。じゃあ次のヨーグルトもヨーグルト味決まりだね。そうですね、まあ、4,000円。はい、で2つセットだとちょっと安い。今ね、あの YouTube なんかは入れるな。あ、はい、入れる、うん、はい、あそこ買えるんで、はい、ぜひあそこからでもいいし、本当はサイトから買ってもらった方が会社利益が出るのかな。 YouTube のやつだと1円取られるのかな。どうなんだ、俺もあまりそれ詳しく聞いてないけど、第2弾買ってください。第2弾ね、お願いします。これ売れなかったらまたね、これそうですね、俺もパーッ引き出して、お前どんな人だ、数多すぎたんちゃうねー。次こそね、次こそ大儲けで、はい、OK、はいはい、せーの、
また見てね。あれちょっと時期使わねえよ別に。大丈夫だから間違ってないから。ちょっと緊張気味。最後だけ最後だけ緊張気味。待ってもらうみたいな。なんか申し訳ない。なんか俺がやっちゃっていいかなみたいな。みたいな。そうそうそう。多分そういうんですよ。